スチェパンチモフェービチラージンは、コサックの頭んで、モスクワロシア南部において、貴族とツアーリの官僚機構に対する、大がかりな抵抗運動を指揮した。日本でも、いわゆるロシア民用である、ステンカラージンと共に名高い。しばしば、ステンカラージンとも呼ばれるが、ステンカ、ステニカは、ステパン、スチェパンの縮小系の一つで、愛称、希少として用いられる。スチェパンラージンは、 ロシア帝国のドン州、小ロシア人の集落と呼ばれたジモベイイスカヤ集落でドンコサックの家で生まれた。ラージンに関する最も古い記録は1661年のドンコサックからカルムイク人への外交施設の派遣文書に見られる。同年、ラージンは八海のソロベツキー修道院へ巡礼の旅に出た。その後6年間というもの、ラージンの消息は途絶える。 ラージンは、チシナ川とエレブリア川の間にある湿地帯、パンシャインスキーの盗賊団のリーダーとなって、再び登場する。それ以降、ボルガ川を行き交うすべての船を脅して金を巻き上げた。1654年から1667年までの、ポーランドとのロシア・ポーランド戦争、1656年から1658年までの、スウェーデンとの北方戦争は、 ロシアの人々に重い負担を敷いた。チャーリ先生体制が確立され、徴税と徴兵が強化された。多くの濃度、オザクミノリは南に逃れ、ラージンの古作盗賊団の仲間になっていった。農民だけでなく、仮想階級の人々やガルムイク人などの、広ア民族の人々もまた、ラージンの一味となった。ラージンの名が初めてとろいたのは、 財宝やモスクワの総主教や金持ちの商人の積み荷を積んだ戦団を撃破した時である。その後、ラージンは35隻のガレー戦からなる水軍でボルガを降り、行く手の砦を落としていった。1668年初めアストラハンが差し向けたボイボダの軍勢を破り、さらにダゲスタンやペルシアに18ヶ月にわたって侵攻した。 カスピ海を渡るスチェンカラージンカスピ海に乗り出したラージンはデルベントからバクーに至るペルシアのカスピ海沿岸を嵐、ラシトの中央市場では住民の大殺戮に及んだ。1669年の春、スイナ島を治めたラージンは7月にはペルシア艦隊を撃滅、ステンカラージンは手のつけられない存在となった。1669年、 ラージンは再びアストラハンに現れ、そこで皇帝、アレクセイ一世の恩赦を受けた。人々はラージンの活躍に魅せられていった。アストラハンのようなロシアの国境地帯はまだ無法地帯で、人々は未だに遊牧民的であり、ラージンの武装放棄を受け入れるような環境が整っていた。ボルガ川のスチェパンラージン1670年、ドン川のコサックの狩猟という表向きで、 ラージンは、反政府の武装放棄を公然と開始する。チェルカースク、ザリーツインなどを落し入れ、6月24日には、アストラハンに進軍した。反抗する者を皆殺しにし、流陸長の二人の王子も殺害、バザールを略奪した後で、アストラハンを、コサックの共和国にした。国民は、1000人、100人、10人単位で分けられ、ビエチェや、 総会の決定による長が置かれた。七肉人の三週間を過ごした後、モスクワに攻め込む計画で、ボルガゼン行きをコサックの共和国にするために二百の橋家に兵隊を満載してアストラハンを立った。サラトフとサマーラは陥落させるも、シンビルスクで苦戦する。十月一日と四日のスビリ川での二度の攻防戦の結果、ラージンの軍はカバネの山を築いて敗走。 進路を、ボルガカ流に転じた。この敗北で、ラージンの反乱は終わったわけではなかった。ラージンの死者は、戦場的な生命分を手に、現在の虹ニにニノブゴロド、タンボフ、ペンザなどを回り、人々を洗脳して行った。その勢いは、モスクワやノブゴロドにまで達した。抑圧されていた人々は、ラージンの生命に飛びついて、反乱に加わっていった。ラージンは、 この放棄の目的は、ロシアの貴族、管理を追放し、階級の存在しない、平等なコサックの国をモスクワ大公国すべてで実現することである、とした。しかし、1671年初頭には、ラージンの生命分の実現は疑わしいものとなった。8度の戦闘の後に反乱は、収束に向かった。シンビルスクでは、ラージンの意向は、完全に失われ。 ラージンの根拠地のサラトフやサマーラでもラージンに門を閉ざすことになった。モスクワ総主教がラージンを破門したと聞いたドンコサックもラージンに反旗を翻した。1671年、ラージンと兄のフロールラージンは最後の取り出であった加減レックで捕らえられモスクワに連行された。ラージンは拷問の後赤の広場で生きたまま四つ先の刑に処された。 ラージンは有名なロシア民謡の英雄である。民謡の歌詞は1883年にドミートリー・ニコラエビチ・サドフニコフによって付けられた。ロシア人は歌詞の一行目の川中の島々の影からという題名を通常使うが、ロシア以外ではボルガ、ボルガ、マーチ・ラドナーヤの題名でも知られている。この歌は日本ではヨダ・ジュンイチの訳によるステンカラージンなどで知られている。 この歌は、ロシア初期の映画で、ドラマ化された。この曲の旋律は、EN、トム・スプリングフィールドのザ・カーニバル・イズ・オーバーに現れる。ありがとうございます。